ワールドカーオブザイヤー、若手主催団体は1月23日、2018、ワールドカーオブザイヤーの第2次、先行重代を発表した。ワールドカーオブザイヤーは2006年に開始。 今回は2016年秋から2017年秋にかけてデビューまたはマイナーチェンジを受けた新型車の中から最高の1台を選出する。欧州専用車、北米専用車、日本専用車などは先行対象から外される。投票は 世界20カ国以上、およそ70名のジャーナリストが、バリュー、安全性、環境性、コンセプトなど6項目を基準に実施。2018年3月のニューヨークモーターショー2018で、イヤーカーが決定する。 2018ワールドカーオブザイヤーの第2次、先行10代は、以下の通り。アルファロメオジュリア BMWX3 キア、スティンガーランドローバーディスカバリーマツダ CX-5 日3、リーフレンジローバーベラールトヨタ、カムリフォルクスワーゲンティーロックボルボ XC60。 日本車では、トヨタの新型、カムリ、日産の新型、リーフ、マツダの新型、CX-5 の3車種が、第二次選考に駒を進めた。一方、第一次で、ノミネートされていた、ホンダの新型、アコード、スバル、スバルの新型、XV、三菱の、エクリプスクロス、スズキの新型、 スイフトは第二次選考に残っていない。ここ数年の結果は2009年がフォルクスワーゲン、ゴルフ、2010年が同じくポローとフォルクスワーゲンが2年連続で受賞。2011年は日産の EV、リーフ。 2012年は再び、フォルクスワーゲンの新世代コンパクトカー、アップ、2013年は、ゴルフ、2014年が、アウディ、A3、2015年が、メルセデス・ベンツ、C クラス、2016年が、マツダ、ロードスター、2017年は、ジャガー、F ・パーチェが、ワールドカー・オブ・ザ・イヤーに輝い。